こんばんは、じいちゃんです。今日から、5日間ほど放浪の旅に出ます。涼しさを求めるとすると、やっぱり信州しかないかなということで、信州を、主に中心から北進ですね。今もう夕方6時なんですけど、長野に入ったら泊まるところを見つけて、甲州街道だと津滝宿しかないんですよね。長野に入って一番目は、山梨でも、八ヶ岳の信州へ行くんだから、やっぱり甲州街道で、最初の、諏訪の宿場町、あと温泉があるし、諏訪大社がありますんでね、諏訪を目指してまずとりあえずは甲州街道で行きましょう。それでは今日のねぐらが決まったら、またその時に。